キモ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 変に動くから手元が狂っちゃった。そんなこっちからされたら、やだ。ちょっとトゲを抜いてあげようと。俺たちの料理の番だが、なぜそんなに距離を取る。お茶でも飲もっと。というわけなんだ。そういうことだったの。だからさ、ちさ、練習に付き合ってくれないか。本気なの？ああ、本気だ。俺も好きになってるからな。誤解じゃの！そっか、嬉しい。いやでも私でいいの？ああ、お前しかいないんだ。おかえり、バイトお疲れ様。ご主人、お買い物して来られたのですか？スーパーでセールしてたからね。卵や野菜が安かったよ。ご主人、マスター、マスター、マスター、ご主人。ほらスー、主殿は疲れているんだぞ。ご主人、ご主人、ご主人。ああ、はいはい、何かな、パピ。パピ、卵生まれそう。ったく、何度うっさいって注意すれば。筧君、動かないで。うまくできないよ。ああ。男の人を知るの初めてだから、なんだか緊張しちゃう。あ、ごめんね。変なところ触れちゃったかな。いや、続けてくれ。ちょっとちょっとちょっと！って、いかがわしく聞こえるけど勘違いでしたってベタなパターンでしょ。いいわ、乗ってやろうじゃない。あんたら何やって！ちゃんと言ってるっつうの。真剣勝負で可愛い好きって。そういうのがかえってうさんくさいんだろ。可愛いどころか美晴ちゃんに挨拶だって。だからマシキはそういうんじゃないって。そんなんじゃせっかくのチャンスも台無。万年発情期むっつりスケベ。オーケー。お母さん、兄ちゃんがホモになった。帰ったぞ、若菜。新しい名刺ね。見られてる、見られちゃってまゆの。このじいちゃん、お帰り。晩飯できてるよ。おミシン買ってきたからな。うん、ありがとう。そうだ、五条くん、ぬるじょってどこまでやった？それが全然うまくできなくて。どの辺？朝礼の時、全校生徒の前で射精が止まらなくなってしまって。どうしたらいいのか。こいつ何言ってんの？私も焦った。勢いやばいよね。お前何笑ってんだよ。体どうなってんのみたいな。最近の高校生怖え。いいって。そりゃあ、わっしょ、猫ちゃん。はあ、すごい。抜けなくなってしまって。しまえ、ゲット。いったー。何すんすか。とりあえず先輩後ろから引っ張ってください。腰掴んで。あ、わかった。注文多いな。早く抜いてくださいよ先輩。もうちょっと
ちょっとだからおとなしくしろって。お尻のことはまあいっか。ほら授業行きましょう先輩。ごめんね、ごめんね、ごめんね。健全な演奏は健全な環境から。まずはトンダーカキー。カオちゃん高専の服濡れた髪。気合入ってるな椿のやつ。荒れてるだけじゃない。構わん続けたまえ。ごめんなさいね1号ちゃんが。意外。あら、ありがとう。見ちゃダメですよ。でも出しちゃダメ。行くよ豚まんこできたで。